アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。第1ラウンド開始。さあ今グローブを合わせました引戸選手、はい。今大会ではですね、その中量級の3試合を楽しみにしているというふうなお話先ほど伺ったんですけれども、はい、あの大会の前にですね、はい、これも好カードになりますよね。そうですね、まあ、大崎選手、この身長差がかなりのあるので、はい、まあ、どういうふうに攻略するのかというところが見どころですね。尾崎の方が169センチ、そしてイスファンが180センチ、もっとありそうな感じしますけどね。そうですよね。というのもやっぱりこの逆三角形の体格ですよね。そうですね、肩幅も非常にあります。はい、まあ、イースファン選手からしてみれば逆輸入みたいな感じのテコンドーですよね。あ、なるほどね。どういう感じで食らいつくかって感じも面白いと思います。イースファンはガードを高くしています。今はローブロー気味か、大丈夫なようです。サウスポースタイル、右を前足、右をリードジャブにしています。その逆なのがオーソドックススタイル。尾崎スピンを蹴りで倒せる。尾崎右ミドルのフェイントで奥足を蹴ってきましたね。なるほど、変えてきましたね。この身長差で奥足蹴れるっていうのはかなりすごいですね。はい、そうですね、はい、それを大きな突破口としてくるか。まあ、奥足効きますからね。あ、よく選手からそういうお話を聞きます。はい、前足をやられるよりも辛いですか。あ、もちろんそうです。あ、奥足蹴られるともう、はい、どうしていいか分からないですね。逆にスイッチして前に持ってきても逆にもっと蹴られやすくなっちゃうし、その四面楚歌の状態に持ち込ませんとする尾崎でしょうか。イースファンの方はやっぱりパンチ、特に左ストレートが強いんですね。そうですね、ちょっと今まだ、お手並み拝見って感じですかね。はは、ちょっとでも入ってますね。そうですね、イースファンの方の、はい、尾崎選手の奥足動画、はい、かなり入ってますね。尾崎のその左の内ももももう早くも変色はしてきています。そうですね、まあでもそんなに効いてないと思いますけど、これは大丈夫ですか。はい、ちょっとイースファン選手がちょっとやりづらそうにしてる感じがします。あ、もうそれを見て取れますか。はい、どういう風に言っていいのか、ちょっとやりづらそうにしてる感じですね。まず先手をいい形で尾崎が打ったとおっしゃって構わないですか。そうですね、なんか間合いが尾崎さんの、うん、尾崎選手の間合いな感じがしますね。これ効いてきますね絶対。あ、なるほど、はい、木戸選手とも対戦があります尾崎刑事。はい、尾崎選手ローが重いんですよすごく。あ、そうですか。はい、その重みを今実感しているかイースファン。スピードがあるのでなんかかなり重い振動でドンと入ってくるんですよね。速さ、重み、これを備えたローキック。1ラウンド2は振るっていきました尾崎刑事です。戦いは第2ラウンド。そのコーナーに向かってうんうんとうなずくような仕草を見せたのが尾崎。そしてさらに右のローキック、下への蹴りから入る。これは第1ラウンドと同じような滑り出しか。イースファン選手ちょっと出してきましたね、はい、手を出してきましたね。1ラウンドやっぱ見てたんですね。あ、そうですか、はい、どのあたりが一番イースファン変わってきましたか。ちょっと蹴りが多いですね。蹴りから、はいはいはい、利き足の蹴りが多いですね。第1ラウンド、そしてパンチ、はい、こういったところも、まあ、パッと見階級が違うぐらい全くその通りですね、はいはい、感じがしますね。この身長の差、尾崎がどう攻略する。なかなか入ることができません。あ、この尾崎の動き、そうですね、ローキックも思うようには今放てません。ここが 今、はい、今イースファン選手がちょっと距離を自分の距離にしてきた、はい、してきてますね、このラウンドから。だから入りづらいと思うんですね尾崎選手は。そして左を起点にするパンチ、右フックは尾崎。尾崎はパンチで相手からダウンを奪ったことも何度もあります。そしてキックパンツは今回本人がデザインしたものだそうです。実は尾崎長いスランプがあって、その時期を
今大会名よろしくクラッシュしたいんだという会見でのコメントがありました。今 K1 スパッツとかダメですからね、ロングテーブルみたいなも。前回8月末ジョン・クラシックに久々の白星勝利、3ラウンド KO 勝ちがあった尾崎、その勢いを勝っていきたいところ、まあ、お互いまだ試合は動いてないですね、そうですね、第1ラウンドを経て第2ラウンド少し様子が変わってきました。あ、木戸選手、あの尾崎の膝から上、もうだいぶ赤いですよね。赤いですね。バックスピンキック、うわ懐深いですね。これが入っていけないようだと尾崎厳しくなりますね。僕はあれ入っちゃいましたね。3発ぐらい。あの攻撃自体はどうですか、なかなかできることはできませんか。あ、重いですよね。でなんか大丈夫だと思っちゃうんですよ。あ、はい、まあ、受けても大丈夫だと思って食らうと意外と重いんで、はい、先ほどあのお話ありましたローキックへの強さと何かこう符合するような部分、そうですね、やっぱ勝手なあれなんですけど、体格から見るとやっぱ重さはないのかなって感じはしちゃうんですよ。それはもう大きな間違いです。すごいパワーを持っている選手ですね。そしてやっぱり伸びても来るんでしょう。そうですね、はい、飛び込みはするかも。いや、一進一退の攻防か。第2ラウンドです。ラストの第3ラウンドです。左の前蹴りから赤いグローブの尾崎、それに対して右左のパンチはイースファン、アジアの王者、それをこの日本に迎え撃つ形になっているトルネードスターです。重たいですね、あのロー、イースファン選手のローは。イースファンのローキックも重い。重いですね。共に破壊力のあるローキックを持っている2人、しかしそのやっぱり距離、レンジ、コンパスの違いですよね。そうですね。どのように尾崎さばくか。あ、セコンドからもローは効いているよという声が聞こえてきます。今はトリッキーな動きからのミドルキック、須野選手、はい、あのミドルがですね尾崎の方なんですけれども、はい、前蹴りかミドルキック横からなのかというのが見えてますね。そうですね、なんかミドルと見せかけてローを打つのすごく対応してますね、このラウンドでそれを多く用いるようになっています。尾崎選手左の前蹴りいいですね。左前蹴り、はい、はい、飛び込んでる、そしてそれがミドルのようにしなってくる時もあるんですよ、ね、そうですね。バックスピンキック、嫌なんですよ。今初めて含みにヒットしたか。2回転、この技はテコンドーには、なんとイースファンが語ったバックブローに、さらにバックスピンにバックブロー、高い蹴りです。木戸選手、はい、ちょっと尾崎の方が流れをつけてきました。そうですね、ちょっと攻撃が近くなってくると苦しい。イースファン選手もうちょい攻めないとダメですね。出られませんよね、はい、もっと前へ行けばいいと思うんですよね、はい、蹴ることができないのかどうか、ちょっと距離を取ってるんですけど、ね、バンが前に行ったらやりづらいと思うんですけどね。そうですね、ここもそれほど積極的な姿勢は見られませんね。あ、今下腹部に蹴りが当たりました。ローブローです、大丈夫です。残り時間47秒、この局面から尾崎、このラウンドに入って回転度を増しています。回転数を増やしています。でも今のように頭を下げると怖いですね。そうですね、まあ、高身長なので膝は簡単に当たっちゃいますね。残り時間30秒、ロックをカットして後ろ回転、右ローはイースファン、最後のラウンド、木戸選手、ここからいかにいわゆるそのまとめるかというのが、そうですね、本当そうだと思います。残り10秒、尾崎が派手にアピールするのか。イースファンのパンチ、爆発の時間はあるか。これといった差はない。そうですね、この流れの中で3ラウンド試合終了です。
さん中央に集まって判定です。ジャッジは30対30ドロージャッジの口30対30ドロー、ジャッジ勝本30対30ドロー、以上3者ともドローのため、お聞きの通りですね、3者とも30対30、まあそうですね、ドロー、差はつかないですね、まあ、会場の皆さんも多分、ちょっとそれを期待していたんですね、そのようですね、もうちょい見たいですね、はい、このラウンドで決まるということになります、ラウンド4、ラスラウンド、180センチの対空、どう生かすか、イースファン。そして回転系の蹴り、これを何としても KO で切り崩したいという宣言があった尾崎慶治、今もほぼ止まったモーションからの蹴り、あれもテコンドーの動きの中であったりしますよね。あんまり蹴ってくると、ああそうですか。さあとにかく現在進行形の、そうですね、その尾崎、進化した形、集大成を見せることができるのか。第4ラウンド、イスファンがこれは前に出てこない。木戸選手どうでしょう、カウンター狙いなんですか。カウンター狙いのような狙ってないよ、はい、前に出た方がいいと思うんですけどね、つかみどころのない感じがしますね。そうですね、パンチはやはり下から突き上げる形になります。尾崎回して落とすような膝も独特、パンチとローキックのコンビネーションのサウスポースタイルはイスファン、何が効いてるってわけでもないような気がするんですけど、はい、ここも来ませんね。この場面近くなって一点集中なのか、いやそうでもないようです。左ストレートのキレはいいですね、4ラウンドのあのキレは。そこはやっぱり一貫して注意ですよね。そうですね、尾崎はそのパンチに対してどうですか、目は慣れている、見えていますか。まあでも絶対気には してると思うので、見えてますね、見て絶対注意してますね。今のところ大丈夫、はい、当たる感じがないです。あのイースマンのローキックからのパンチ、これをどう見ているのか。あ、クブロー、しかし左ストレート、イースマンもう一発、ここでぶつかり合い、離れ、さらに近くなる、リング中央です。ここまでの攻防残り50秒、木戸選手いかがですか。まだ出てないという感じがすごくするんですけど。なるほど、はい、決定ではないんで、効いたっていうのは、はい、尾崎はもう何発も何発も切り崩しにかかっていますよね。そうですね、で崩れないんですよね、それでまた、はい、先に先に出ていく尾崎、はい、それを迎え撃つようにしてイースファンです。やられたまんまかと思いきや返すんですよね、はい、イースファン選手が、リングの中央、バックスピンキック、分かっているイースファン、ロングレンジのパンチ、逆に今右ストレート尾崎、ここに来てローキック、最後にバックスピン合わせたところでタイムアップです。時間切れ、延長の1ラウンドを戦い抜きました。このラウンドはマストシステムの判定です。結果をお知らせいたします。先に中央にやってきたのがイースファン、若干尾崎選手ですね。ジャッジ和田10対9、赤尾崎、尾崎1人目指示を得た。ジャッジ野口10対9、青イースファン、イースファン割れた、ジャッジ勝本10対9、青イースファン、イースファンです。イースファン1スプリットの判定、トルネードスター尾崎慶治を2対1で下しました韓国のイースファンです。